真面目すぎる。やりましょう。いや、ダメ。いろんな経験をして、こう、みんな大きくなっていくから、うん。俺はこの子のお母さんだと思ったら、ちょっと落ち着いたりするもんね。まあ結局、人と人がつながってやっていくから。一生懸命頑張って、当たり前ですけどね。はい、こう、野球が仕事だから、はい、うん、まあ一生懸命やるのは当たり前だけどもね、一生懸命やるからこそこうそこに難しさとかね、いろんな、あ、なんていうかな、辛いことがうまくいかないことが起きたりするからね、いろんな課題が出て今そこに向かってね、みんな頑張ってやってますよ。はい、まあファームの監督としてこうやっていく上で、もちろん選手にも頑張ってもらうっていうところが大事だから、その頑張れる環境をどう作れるかっていうところと、やっぱり一軍が勝つためにチームが あるというか存在するんで、一人でもね、一軍の戦力にというか、こう一軍の勝利に、貢献できる選手を、まあ、作っていくというかね、一軍にそういう選手を送り出せるようにっていうところがものすごく大事かなと思いますね。あとはこうコーチも他のチームでもねやらせてもらったりもして、1,2 軍の、うん、ありがたい話で、両方ともいろいろ経験させてもらってるんですけども、まあファームと1軍ってやっぱりいろんな野球の差があったりもするから、うん、やっぱり1軍で、通用するというかね、もう1軍の舞台に行った時でもしっかりこう結果とかいろんなことを求めてできるっていうところは、そういうところも僕はしっかり判断しなきゃダメなのかなと思いますね。はいはい、とにかく見ることかな、うん、一生懸命サポートしてくれてる各担当のコーチのことを見させてもらって、チームとして、頑張れる環境、しっかりこうね野球ができる環境というのをみんなで作っていかなきゃダメだと思うんで、まあ、技術の指導とかはコーチがいるから、うん、各コーチで責任持ってね、いろんなことを伝えてもらえたらいいと思うし、ただそこに何を伝えているのかとか、まあ、僕自身もそういうことを伝えるんだったらもこういうのもどうっていうところで、まあ、本当に、監督という名前でやらせてもらってるけども、まあ、選手たち、コーチたちの、まあ生意気な話でサポート役みたいな感じなのかな、うん、なんかみんなでこうやってるところをこうしっかりね、観察させてもらって、うん、でいろいろ質問しながらっていうところで観察するっていうことは心がけてますかね、はい、チーム内でみんなで競争してるからねこの世界は、うん、だから今の、まあ、実績のある、素晴らしいね、経験のあるたくさんピッチャーがいる中で、若い選手なんかはもう見るだけでねいろいろ勉強になるでしょうしね、同じチームにいるっていうことでそれはもうものすごいいろんなヒントとかチャンスが転がってるからね、まあ僕たちもよく選手の時に言われたけど、いい意味でね、いい意味で盗む、うん、悪い意味じゃないよいい意味でやっぱり人のいいものを盗む、うん、真似る、うん、っていうところでそういうことを考えてる時に、身近にねそういう先輩だったり、選手がいるっていうのはすごく大きなところだと思うんでね、うん、ぜひね、もちろん一人一人の自分の考えてることに、対して向き合ってほしいけども、うん、そこにはいろんなヒントがあるから、うん、チームメート同士、うん、選手間でいろいろね競いながら、うん、刺激し合いながらこうやれたらいいんじゃないかなと思いますよね。思いとしたらやっぱり、まあ、僕ができることってそんなもう大したことできないかもしれないけど、選手がこうやっぱりの少しでも力になりたいっていう思いなので、まあ、しっかりした目でこの選手を一人一人見ていくことによって、なんていうのかな、その選手に対して、褒めた方がいい状況とか、少し距離取った方がいい状況とか、時にはちょっとこうね、叱るとかね、注意をするっていう状況がいいのか、
っていうところのいろんなことが見えてくるから見てると、うん、でそういうところで一人一人やっぱり一人一人の選手なんで、そこに対してこう声をかけたかけ方とか、まあ、例えば声のトーンとか、うんまあ、そういうのはさっきの話で気をつけてるかな、うん、なんかすごい綺麗な話したら選手の心をこう動かせたらいいなと思うんで、うん、だから、まあ、叱られてぐっとこうやっぱり気が締まることをしなきゃダメな状況もあれば、うん、やっぱりもうとこね本当によかったらもう一緒になって喜んで褒めてあげたらいいと思うし、うんまあ、僕自身コーチ今あのいろいろ話した時にコーチ選手からしたらコーチってその人一人なのね、うん、だから例えば僕が選手だったらバッティングコーチって言ったら今だったらあの後藤コーチ今井コーチ柿内コーチって言ってみんなこう一人一人のコーチだけど後藤コーチ今井コーチ柿内コーチからしたら野手みんなのコーチだと思うよね、うん、でもコーチ自身も一人ずつにこうやって向き合うべきだと思うのね、うん、だから塩川コーチ内野にいますって言ったら内野手の子たちは僕の内野のコーチは塩川コーチってなるから塩川コーチはみんなの内野のこのチームの内野のコーチじゃなくてやっぱり一人一人に対してのコーチと思って選手に接してあげた方が信頼関係が生まれるというか、うん、で一緒にあの目標を立てて頑張れる環境というのがまあ話が戻るけど頑張れる環境作りっていうのになるのかなと思うからまあやっぱりこうしっかり見ることとまあ周りとのコミュニケーションを取るっていうことがすごく大事なのかなと思うねとこれができてるかどうかちょっとねあの自分自身も分かんないけどそこを目指して心がけてやるっていうことは自分自身もコーチ自身も、うん、ものすごく大切かなと思いますね、うん、特に2軍のファームにいる若い子たちに向けては、うん、1軍のね、夢とか目標に向かって頑張れるところっていうところでね、うんまあ、みんなでやっていかなきゃダメなのかなと思うね、うん、だからねその自分自身もそうだけどまあやっぱりこう、まあ、悩んだりコーチとかも僕たちも悩んだり困ったりするのよいろいろ根気もいるし、まあ、でも仕事だからこれはもうあのそこに逃げるわけにはいかないんでやっていくけど一つなんかこう、ちょっと面白い表現としたら選手一人一人のお母さんみたいな感じだよね、うん、なんか自分の息子男だけど、うん、なんかお父さんというよりも母親みたいな気分母親になったことないか分かんないけどなんかこう愛情を注いでなんか失敗しててもこの子が乗り越える、うん、何かに向かっていることに対して一緒になってこうね、頑張っていくとか、うん、ダメなことは注意ができて、うんまあ、一緒に喜ぶときは喜んでみたいなんで、うん、なんかお母さん的な存在を、うん、要素が多いのかなっていう気はするねなんかねだから本当にもうクソと思った時には俺はこの子のお母さんだと思ったらちょっと落ち着いたりするもんねお母さんの気持ち分かんないけどねお父さんってちょっと厳しいじゃない男の人に対してね息子に対してお父さんって厳しいなんかイメージ自分がそうだったからなんかお母さんってなんか絶対こう裏切らないとか裏切らないとかなんか温かく進んでくれるような、うん、とこがあったりするから、うんまあ、両方いるのかなお父さんとお母さんみたいなな要素厳しさもいるからね、うん、だから選手がこう、はい、本当にこういろんなことを乗り越えて、はい、一軍で初めてヒット打ちましたとか嬉しいよそれはもう、うん、もう自分のことのより嬉しいよ、うん、僕も選手いろんな選手に恵まれてねいろんな選手とこう仕事させてもらってるけどそれはもうなんだろう言葉にならないというかね、うん、嬉しいよ、うん、反面そういうことができなくてこの世界を去っていっていった選手もたくさん関わってるからまあそこそういう人に対してはやっぱりこうすごく自分自身も残念だし、うん、まあでも野球じゃない部分で活躍できる、うん、こともあるから、うんまあ、そういうこあの人たちにも前向きにね、頑張ってもらえるように、うんまあ、今でも連絡取り合ってしてる子もたくさんいるしね、うんまあ、結局人と人がつながってやっていくから、
いろんな難しさもあるけど、最終的にはなんかいろんな思いが、ぶつかったり重なったりするんだなと思いますよね。はい、二軍監督の三木です。いつも応援、ありがとうございます。一軍も二軍も、こういうコロナの中ですけども開幕して、いろいろ制限があるんですけども、チーム、一丸となってまたね選手も本当に頑張って、やってくれてるところです。皆様の応援が声援支えがないとイーグルスも強くなっていきませんので、これからも変わらず、温かいご声援よろしくお願いします。自分自身に関しては、とにかくファームの怪我をしているリハビリの選手の復活復調と、自分に向けての調整選手、また若い選手の教育というか強化というところで、ファームのスタッフみんなで、しっかり頑張ってですね、イーグルスの土台ができるように、微力ですけど全力で、チーム選手のために頑張って、いきますので、これからもよろしくお願いします。